恋をしてこそ女の子ですもの。恋を叶えるおまじないがあれば素敵ですよね。意中の人の心をズバッと射止めるようなうまい話はないかな。ベアトリーチェ様、異性の心を射止めるようなそんな魔法のアイテムはないんですか？魔界のバラには異性の心を奪う魔力があるぞ。もっとも滅多に咲いてはおらぬのだが。異性を射止める魔界のバラ、探してみようぜ。そして私たちの恋を叶えよう。そんな怖い顔でどうしたんだよ。もっと楽しく遊ぼうぜ。ジェシカお姉ちゃんと遊んでる暇はないの。悪いけど引っ込んでて。待たせちゃったかな。胸がでかいからっていい気にならないで。ザ・ファーストムーブメント、ブリッツ。燃えさせろ。よし、当たれ。そこから吐き出せ。行くぜ。この点で燃えていよ。行くぜ。行くぜ。ガラガラ。燃えるぜ。そこから吐き出せ。当たれ。当たれ。行くぜ。この点で燃えてみろ。そこから吐き出せ。燃えるぜ。よし、当たれ。この点で燃えてみろ。この点で燃えてみろ。悪魔だ。私は神じゃない。ウィンズ。天草のやつ、どこで油売ってるんだか。ブリッツ。約束は守りました。ベアトリーチェ様、下がってください。約束は守りました。ベアトリーチェ様、やめました。よし、そこだ。よし、すぐ行きます。失礼します。これを失礼します。そこから、よし、仕上がり。ウィンズ。悪いな、エンジェ。勝ったのは私だぜ。お嬢様は強いですね。その強さがとても眩しいです。強さの秘密はこのメリケンサック。シャノンもつけてみる。ほら。お前をぶちのめし、ホールの肖像画にも風穴を開けてやるぜ。おいおい、素手でわらわにかなう気なのか。寝言は寝て言えよ。今宵はわらわのためによく集まってくれた。存分に楽しもうではないか。ザ・セカンドムーブメント、ブリッツ。燃えるぜ。よし、当たれ。止めてみろ。この手を隠せ。ガラクタぜ。燃えるぜ。まだまだ。まだまだぜ。止めてみろ。この手、悪魔な。私は神じゃない。約束は守りました。お願いください。下がってください。やるでも。ウィンズ。うぬぼれるな、この人間メスが。どーら。ブリッツ。燃えるぜ。よっしゃ。やるではない。この全体一緒に踊りましょう。見れば。まだまだ。カルスの魔法を生きるんだよ。あたれ。クライトを巡るよ。この悪魔な。いや、ごめんな。私はカルじゃない。約束は守りました。ベアトリーチェ様。失礼します。ごめんなさい。約束は守りました。ベアトリーチェ様。
父さんの代わりに私が後ろ宮家を守ってみせる。やるじゃない。まさか私の密室殺人を拳で破るなんてね。密室なんてくだらねえぜ。文句があるなら拳で語りやがれ。こういうのがモテるんだろうけどな、私の好みじゃねえぜ。リオンがいてもその性格なんだからな、大したもんだぜ。ジェシカ、どうして君はそういう言葉遣いを。おい、リオン。さあ、サードムーブ。いくぜ。ブリッツ。燃えるぜ。あ、それ。こっちに。任せ。案外やるな。ウィンズ、やるな。行くぜ。そういうやからは大歓迎だぞ。ブリッジ、よし、当てね。ふん、当てろ。そこへ、ふん、当てね。ふん、当てろ。よし、すぐに吹きます。よ、踏みます。探しただけだ。よし、こうやってやる。よ、踏みます。霊球の力で、霊球の力で。どうか。やめろ、逃げろ。私は神じゃない。約束は守る。まだいける。約束は守りました。ベアトリーチェ様、まだいける。約束は守りました。ベアトリーチェ様、頭をえぐりてるね。よし、お嬢様、お任せろ。任せろ。私はマリアを愛しているのよ。燃えるぜ。行くぜ。乙女の無敵パンチ。まだいける。このお前の悪魔だ。チェックメイト。よし、ご一緒にお茶でもいかがですか。どうやらもう人間の常識はこの島では通用しないようね。ご安心ください。そのために私たち家具がおります。魔界のバラ、つい最近見たに。は、本当ですか、陽一丸さん。どこにあったか教えてください。それで花束を作ってバレンタインに送ったら素敵だなってにひひひ、それを教えないのが恋の試練というものに。見つけたければ自分で探すに。へっ、腕ずくで聞いてみろってんだろ。上等だ。私の恋の熱さ、拳で教えてやるぜ。後ろ宮家、私が守る。ザ・フォースムーブメント、ブリッツ。もう一度に魔法で逃げてよ。いしょ、そこから飽きだせ。この前、まだまだ。よし、そこから飽きだせ。いくぜ。ウィンズ貴様、次はこなしたい。ほっ、トリッツ、ほっ、いくわ。このデスが、すみません。霊球の力で、霊球の力で、ほっ、ちょっと霊球の力で、これを、これを、そこだけ、そこから、行くぜ。そこ
そこから飽き出せ。もう一度ミッチをしてあげる。この乙女のハートブレイク。乙女のハートビート。当たれ。私の本気見せてやる。ミッチしてあげる。みんな。もう一度せ。この乙女よ。よし、ご一緒にお茶でもいかがですか。さあ、教え上がれ。魔界のバラはどこに咲いてるんだ。どこに咲いてるかは知らないに、でも花びらが落ちてるのは見たに。ということは、この島のどこかに間違いなく咲いている証拠ですね。だな、やる気が出てきたぜ。もっと探そう。これがきっと恋の試練なんだぜ。行こう行こう。これは一体何なのよ。私は酔わせただけなのに巻き込まれてボロボロよ。推理なんて小難しいことに興味ねえ。ハートと拳で語りやがれ。乱暴な方ですね。もしかして脳みそまで筋肉でできているんじゃないですか。我こそは来訪者エリカさん。ロッケン島の18人目の人間ノルマがリフスムーブメント。よっとブリッツ。このノルマが来たぜ。もうやめたよ。フンクライトの首を。このノルマ何をするんですか。このノルマの首を。フンクライトの首を。悪魔だ。ごめんなさい。私は神じゃない。約束は守りました。ベアフリーちゃん。失礼します。お顔を許しくださいごめん。それそれごめんなさい。約束は守りました。チェックメイト。ウィンズ。ありえない。自敗ボクルメド。ありえない。いやほっブリッツ。いや踏みます。いやそれではまた。いやこれはこれ青で打ち砕く。ぜひぶっ飛ばす。青で打ち砕く。ソーブリエフィンチャー。解けないミステリー、そんなのあるわけない。カノン君の本気と私の本気、どっちが強いか試してみようぜ。こういう時のお嬢様は口で言っても分かってくれないからな。
私、カノン君とは戦いたくないよ。仕方ないのか。ザ・シックススムーブメント。ブリッツ。燃えるぜ。下がる。ほっ。そこから開けろぜ。このことで。このうちと同じ愛のバラ。はて、私には心当たりがありませんが。お嬢様、どうしてロノウェイ様がご存知だと思ったのですか？思い出したんだ。そうさ、魔界のバラの鍵はこいつだったんだ。おお、そういえば私の力はバラが咲きましたっけ。これは失念しておりました。そういえばでは、この島に咲く魔界のバラとは。
そのヒゲ面をぶん殴って鼻血出させりゃそこに魔界のバラが咲くってわけだぜ。勝負しやがれロノウェー。これは非常にシンプルテストでございます。ザ・ファイナルムーブメント、いくぜブリッツ。はっ、はっ、エンチャント当たれ。くっそ、ガン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 いや、神が約束は守りました。ベアハリッチ様、いや、神の失礼じゃない。どうしてシャンドルにお遊戯の時間はおしまいですよ。よっしゃ、宇宙の力で問題を起こす。これを連れ込ませ。そこから来たぜ。もう一層よ。よし、当たれ。神にキャンドルに下がったな。よし、当たれ。グワッグワッグワッ、飛ばしてみよう。私の本気見せてやるぜ。ガラクタぜ、そこからアクタぜ。巨人砕きの戦術、まだまだ。この食台で食台でルーザーサラン、この一中の真相よ、一中の真相よ。乙女の無敵パン、乙女のカラッパピート。問題になります。食台でした。それやめんなよシャノン。神の槍から逃げられますか。防いでいます。チェックメイト。このようなウィンズ。まだ終わってはいません。インテルメディオブリッツ。私は神じゃない。約束は守りました。ベアハリッチ。すみません。約束は守りました。ベアハリッチ様、お願いします。俺の後ろを飛ぶんじゃねえ。おやりなさい。約束は守りました。ベアハリッチ様、おやりなさい。よし、冷静な力で。これ問題ありません。いや、ゴミが問題ありません。ゴミが、これをクワ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 。お相手は6台です。それよっしゃ、うん、あっちですね。一生の真相よ。おやりなさい。問題はあっちですね。上等の台です。これは優勝の拍手です。どんだけ見ろ。バルシャ、くっそ、私の本気現状は十分でプレゼント。予選乙女の無敵パンシャノン、あとは頼むぜ。お願い、炎症は十分です。霊球の力で、霊球の力で、霊球の力で。見事な終わりです。何回で？それ踏みます。見事な踏みます。私は神じゃない。約束は守りました。ベアハリッチ様。おやりなさい。真相よ。おやりなさい。約束は守りました。ベアハリッチ様。これは問題ある。何回で？踏みます。グワグワ。ここ、霊球の力で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 。よ、踏みます。嫌ない。どうぞ、そこだぜ。そこから来たぜ。ちょっと、それはなかなか調子が悪いです。バカにしやがって。私の本気見せてやるのね。無敵パン、それパンパン。おいとまさせていただき、そこから来たぜ。みんな行くぜ。焼かれろ。当たれ。行くぜ。ガラ来たぜ。ガラ来たぜ。守りを固める。くっそ、乙女のカーボミート。当たれ、エンチャット。乙女の無敵パンチ。当たれ、コースト。よし、当たれ。フンクラ、止めてみろ。フンクラ、アクメナ。いや、ゴミが。私は神じゃない。ゴミが、ゴミが、私にできるよ。痛かったらすみません。チェックメイト。よし、ウィンズ。
ご一緒にお茶でもいかがですか？それではこの炉の上、お嬢様方の恋を叶えるために一肌脱がせていただきましょう。すごいです。本当に鼻血からバラが咲くんですね。カノン君にいっぱいの花束をあげるんだから、もっと絞り出してやる。このカノン、カノン。乙女とは恋のためには容赦ない生き物ですな。ジョージさん、この花を受け取ってください。カノン君、この花束を受け取ってくれ。これは美しいバラだね。ありがとう、シャノン。ありがとうございます、お嬢様。こんなにもたくさんのバラをどこから？それは乙女の秘密だぜ。乙女たちに夢を与えるというのもなかなか大変なものですな。ところで、私にも一輪いただきたいのですが。女は皆情け容赦がございませんな。この炉の上、乾杯でございます。